うわぁ、お隣さん大豪邸だね。お城みたい。私はユリ、住宅街に住む普通の主婦だ。ずっと空き地だったお隣に大きな家が建ち、桜さん一家が引っ越してきた。お隣に引っ越してきた桜です。よろしくお願いしますね。ああ、これつまらないものですけど。ご丁寧にありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。何か…ああ、いえいえ。やっぱり新築のうちと違って傷んできてるなと思って。え？ごめんなさい。ピッカピカの家のものでついつい目がいっちゃうんですよ。はあ。でも駐車スペースが広いのは羨ましいわ。我が家は庭をバラ園にする予定だから、なるべく無駄なスペースをなくしたくって、ほんとギリギリになっちゃったのよ。無駄なスペース、徐々に分かってきたのだが、さくらさんは典型的なマウント女子で、何かにつけて私を見下してくる。しかもこの上なくズーズーしい。ねえ、バラに水やりたいから蛇口貸してもらえる？ああ、水やりは毎日あるからホースはつないだままでいいかしら。いや、ダメに決まってるでしょ。何よ、セコケチ。なるべくさくらさんには関わらないように下げていたのだが、とある休日。すみません、ちょっと駐車スペース貸してもらえませんか？え、どうかされましたか？旦那がタイヤ交換したいって言うんだけど、キャンピングカーでしょ？うちじゃ狭くって。お宅の駐車スペースを貸してくれません？あさってなら朝から夕方までは家族で初詣に行くので、好きに使っていいですよ。ほんと？ありがとう。じゃあお言葉に甘えて洗車もさせてもらうわね。え、助かるわ。洗車場に行くの面倒だし、お金もかかるし。じゃああさってよろしくね。パパ？何よそれ、うちで洗車？水道使うってこと？そうみたい。冗談じゃないわよ、キャンピングカーでしょ？どれだけ水使うつもり？俺もそう来るとは思わなくてさ、言葉が出なかったんだよ。今さら断れないし、とりあえず今回だけってことでな。納得いかないけど、お隣さんだしごたごたしたくはない。やむを得ず今回は目をつぶることにしたのだが、二日後の夕方。ああ、疲れた。早くお風呂に入って寝ようね、ホタル。さて、着いたぞ。あら、ゆりさん、お帰りなさい。ちょっと、うちで何してんの？新年会に決まってるじゃない。見ての通りバーベキューしてるの。そうじゃなくて、どうしてうちでやってるんですか？うちでやる予定だったんだけど、新築なのに匂いついたら嫌じゃない？それなら車の整備ついでに新年会もここでやっちゃおうってことになったのよ。やっちゃおうじゃないでしょ。何揉めてんだ？なんか、ゆりさんが謎に怒ってるのよ。え、好きに使っていいって許可もらったんだろ？それは車を整備するならって意味に決まってるでしょ。そんなこと言われた？じゃあいいよね。ホタルちゃんのママケチ。はぁ？とにかく、うちの車が止められないので一旦片付けてもらえますか？まだ途中なのに。あ、なんならうちの駐車場にどうぞ。こいつら全くもって話にならない。しばらく押し問答した末に、しぶしぶキャンピングカーを移動させてもらったのだが、その翌日、近所の奥さんたちから、バーベキューするなら事前に言ってちょうだい、洗濯物に匂いがつくでしょ、など我が家に苦情が殺到した。どうして私が苦情を言われるのよ。うちも被害者だっての。高い勉強代だったと思う。もう貸さなきゃいいんだからさ。そうだけど、
布団が焼肉臭い、腹立つ。ホタル、昨日は焼肉の夢見たよ、美味しかった。あよかったね。それから幾度となく駐車スペースを貸してくれと言われたが、丁重にお断りした。すると、どうしたのホタル、幼稚園で何かあった？あのね、お隣のすずちゃん、今度お家で誕生会するんだって。でもホタルだけ呼ばれなかったの。ホタルの家はケチだからダメって。さくらさんの仕返しね、本当に最低だわ。その頃、さくら家。ママ、誕生会にホタルちゃんだけ呼ばなかったよ。駐車場も貸してくれないんだから当然よ。ケチケチだもんね。そうだ、さくら、今週末にお袋が来るから母さんの部屋掃除しとけよ。ああ、はいはい。だる、母さんが家の頭金出してくれるって随分気前がいいと思ったけど、まさか自分も同居するつもりだったなんて。ああ、めんどくさ。旦那の親と同居するほど嫌なことはない。本当なら意地でも断りたいところだけど、新築マイホームの頭金を出してもらった以上文句は言えないし、母さんがいた方が助かるだろうと旦那も同居する気満々。ついに今週末から同居になってしまった。ま、家事はババアに全部任せて、私はバラのお世話でもすればいいか。週末、すずちゃんの誕生会？そうなんです。明日の昼にお友達を招待することになってて、ちょっと準備が忙しいので、今日の夕飯作りはお願いしていいですか？もちろん。ちょうどまさきの大好きな干物を買ってきたのよ、最高級のやつ。せっかくだからこれを夕食に焼きましょう。意外とちょろいわね、このババア。この調子でいろいろとやらせれば楽だわ。ところが、なんか変な匂いしない？なんだろう、空気入れ替えるか。ってくさ！え、外から？なんなのよ、この匂い！ふざけないで！一体何が起きてるの？桜宅。ちょっと、何よそれ、こっちに持ってこないで。何言って、草屋だよ。さくら食ったことないの？初めてならきついかもしれないわね。でも大丈夫、慣れるわよ。だってまさきの大好物だから。うちじゃ週3で夕飯はこれだったもの。週 3？ 嘘でしょ。食ってみろって癖になるから。やめてってば。アイランドキッチンで焼いた草屋の強烈な匂いはリビングのカーテンやソファーに移ったようで、翌日。すずちゃんの家くっさい。ちょっと体調が悪くなったみたい。あたしやだ、帰る。え、ちょ、待って。せめてプレゼント置いていきなさいよ。しまいには近所で異臭騒ぎに発展して、さくらさんの家に警察が来る事態となった。異臭がすると通報がありまして、念のため確認させていただけますか？魚を焼いてただけですよ。近隣の方からこちらの家に苦情が殺到しているんですよ。なんて失礼な。もうこうなったら朝晩毎日草屋よ。草屋はソウルフードだからな。やめて。この一件以降、さくらさん一家はご近所さんとのトラブルが絶えず完全に孤立してしまった。しばらく見かけないと思っていたら夜逃げのように引っ越したみたいだった。バラ屋敷元井草屋豪邸は売りに出されたものの、買い手がつかず草屋屋敷のローン地獄で生活はカツカツ。加えてもともと勤務態度の悪かった旦那さんがこのタイミングでリストラされたらしい。どうしてこうなるのよ。どこでもいいから早く働きなさいよ。どの口が言う、お前もな。私は家事やるから、あんたたち二人が働きなさい。黙れババア、全部あんたのせいでしょうが。
今は家族寮付きの工場で夫婦揃って朝から晩まで働いているんだとか。噂じゃ寮でまた草屋焼いて大騒ぎになったらしいよ。懲りないな。ノー草屋ノーライフ恐るべし。